竹三日槌の神、武力に頼らない徳の軍神、イザナミに火傷を負わせたほのかぐ槌がイザナキの怒りを買い、剣で切られたその剣の血が岩について生まれた神様が竹三日槌である。国譲りの際、アマテラスの使者として大国主と交渉をした神様でもある。ほのかぐ槌は火の神、竹三日槌は雷の神であり、地震の神とも言われ、地震を引き起こす大ナマズの頭を踏みつけ、地震を制御する役割も担っている。さらには剣の神でもある。竹三日槌は最も強い武神としても知られている。国譲りの際、アマテラスが何人もの使者を出すが、ことごとく言いくるめられ、最後に使わせたのが竹三日槌。大国主に国譲りの交渉をする際、次のようなアマテラスの言葉を伝えた。汝牛伯、この国は我が御子の白須国ぞとアマテラスが仰せである。牛伯とは争うことによって国を治めること。そうすると民衆は強者の所有物になってしまう。アマテラスはこれからはシラス国だと言った。民衆が主役となる慈愛で満ちた国を作るのだと。これまで巧みな話術でことごとく仲間に引き込んだ大国主は、この言葉を聞くと、では私の息子たちに聞いてくれという。はじめに息子の一人琴城主と話した。そういうことであれば分かりましたと交渉をすんなり受け入れた。それを聞いていたもう一人の息子竹南方は、どうして国を譲らないとならないのかと抵抗した。それを力比べで決めることになった。互いに組み合う竹三日槌と竹南方、これが相撲の始まりであり、出雲が相撲の発祥の地である。互いに組み合うが、竹三日槌の圧倒的な力に竹南方は手も足も出なかった。その結果、軍配は竹三日槌に上がり、国譲りの交渉は成立した。竹三日槌は日本神話最強にして最高の軍神と言われているが、同時に正義の神とも言えよう。その武力のみに頼るのではなく、忠義に従い、アマテラスから言い渡された言葉をしっかりと伝え交渉し、それでも交渉が滞った時には剣を使わず力比べで解決する。もしここで武力によって国を奪ったならば、それは牛伯の国づくりと何も変わらない。竹三日槌はそのことをよく分かっていた。そんな徳を備えた軍神が竹三日槌である。また大国主はそもそも争いを嫌う神様であったが、兄たちの抵抗により武力を行使しなければならなくなっていた。そこで同じ理想を持つ高天原の神の提案を受け入れたのである。